Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tones. 20世紀ロックへようこそ。今日はこのチャンネルを開設して一番最初に取り上げた作品ザ・クラッシュのロンドンコーリングについて満を持しての全曲トークを刊行しちゃおうと思うんだけど、まああまりに有名なヒストリークラスの傑作だし、今更俺に語る余地があるかって言ったらないんですけど、でもあのクラッシュって言ったらさ、セックスピストルズとかダムドなんかと肩を並べるロンドンパンクの主役キャラなわけですけど、この1979年にリリースされたサードアルバムはいわゆる速いとか激しいとかそういうパンクのイメージからは逸脱してるし、2枚組の大作だったりするんですけど、収録されてる楽曲の方向性はめちゃめちゃバラエティに富んでたりするので、改めてその深掘りするっていうより1曲ずつさらっとチェックしてみるのも面白いんじゃないかと。あ、そうそう、今日たまたまこの動画にたどり着いたぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会ってなスタンスで時代や国境を越えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速、もはやパンクロックの枠組みを超えたザ・クラッシュの傑作アルバムロンドンコーリングの収録楽曲をチェックしてみようぞ。まずアルバムのオープニングを飾るのが問答無用のタイトルナンバーロンドンコーリング。これはもうイントロだけでつかみは OK っていうか、ほんとシンプルにコード2つでザクザクリズムを刻む感じなんですけど、それがもうたまらなく勇ましくて、ガッ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 ってこう高なる鼓動のようでもあり、前へ前へと歩みを進める靴音のようでもあるっていう、なんだろう、勢いとか激しさみたいな言葉で表現されるタイプのパンクロックではないんだけど、むしろそれ以上に攻撃的というか戦う姿勢を感じさせる男気あふれるナンバーなんですよね。あの冗談抜きにこれを聞かずにロックは語れないってレベルの名曲だと俺は思ってたりもするんで、パンク以降のロックなんて興味ないよって人もこれだけはぜひ聞いてみていただけたらと思います。でそこから畳みかけるようになだれ込むのが疾走感ありまくりなナンバーブランニューキャデラック。これはイギリスのロカビリーヒーロービンス・テイラーのカバーで、アレンジ自体は割とオリジナルに忠実なんですけど、でもそこに底知れぬ熱量を注入っていう、何でしょうね、パンクスピリットとロカビリーは地続きなんだなって、そういうことを実感させてくれるっていうか、もう単純にやべロカビリーかっきーって素直に思える、そんな楽曲だったりします。で3曲目はちょいクールダウンってな趣のゆるりなナンバージミージャズ。あの冒頭の2曲はさ、まあ、最高にかっこいいんだけど、でもこれまでの延長っていうか発展系って感じで捉えようと思えば捉えられるわけなんですけど、このジミージャズにはもはやパンクバンドの片鱗はなくて、そのメンタル面の話じゃなくサウンド的にっていう意味でね、ただそのアンプラグド的なフィーリングとフェイザーかましたエレクトリックなギターのブレンド加減が最高で、そこに陽気なブラスも加わっちゃったりするから、素朴な耳当たりなんだけど、なんともゴージャスっていう不思議な魅力があるんですよね。気づくと引き込まれてるっていうか、単純にめちゃめちゃ気持ちいいんです。4曲目はツッタンツッタンって2ビート気味のノリノリなナンバーヘイトフル。これタイトルをそのままストレートに捉えると憎らしいとか大嫌いって意味になると思うんだけど、それにしては嘘みたいに明るいというかあっけらかんとした印象で、それってもうアコーディオンが鳴ってるイントロからしてそんな雰囲気だったりすると、あのおそらくこの辺りの楽曲が後の原宿ビートパンクとかにつながるのかもなんですけど、それらと何が違うかって言ったらやっぱジョーストラマーの声だと思うんですよ。こう素の状態で憂いを帯びてるっていうか、もう声そのものがアンチポップ。まあ、だからクラッシュは何やってもかっこいいのかなって、結局声かよって思ったりもしますからね。で A 面ラストに収録されてるのが実はこのアルバムで一番いいかもっていうか、単純に俺が一番好きな曲ルーディーキャントフェイル、しくじるなよルーディーって放題がついてたりしますけど、これはスカというかロックステディというか全体にほんわかした雰囲気が漂ってて、ジョーストラマーとミック・ジョーンズのボーカルもいい意味で肩の力が抜けてるし、こうパレードっぽい陽気なブラスセクションもお気楽ムードを盛り上げてくれるっていう、あのもしかしたらザ・クラッシュってパブリックイメージからは最も遠い楽曲かもだけど、でも俺にとってはこれこそがザ・クラッシュっていう、あの個人的な名曲ランキングとかしたら100位までに絶対入るし、それってクラッシュでは最高位ってことになるかもです。
でひっくり返すと B 面は青春パンクっぽい耳当たりのスパニッシュボンズって曲でスタートするんだけど、これスペインの内戦について歌われてて、固有名詞とかもバシバシそのままだったりするっていう。ただ残念ながらそのあたりをリアルに感じることはできないんで、むしろさりげなく彩りを添えてるオルガンの音とかに耳がいっちゃったりすると。つかこの曲には展開がなくて、いや展開がないっていうより A メロとかサビっていう区分けがなくて、こうひたすら同じ8小節のメロディーを繰り返してるんですけど、まあでもそれがとびきりキャッチーだったりするから違和感なく成立しちゃってたりすると。まあでも珍しい作りだとは思いますよね。あの潔いにも程があるっていうかね。で B 面の2曲目はこれ陽気なブラスセクションが主役って言ってもいいくらいブラスの存在感が際立ってる曲、 The Light Profile。これ楽曲的にはおおらかなグルーヴというか A 面ラストの Rudy Can't Fail に近いレイドバック感リラックス感みたいなものを携えてるんですけど、歌詞で語られてるのは往年のムービースターモンゴメリー・クリフトのことだったりすると。あのジョン・ウェインとかの頃の人だから今時のヤングには全くピンとこないと思うんだけど、交通事故で顔に怪我しちゃって整形したっていう。あでも全然歌詞が素晴らしいとか面白いとかいう気はなくて、そのゴージャスなブラスとジョー・ストラマーの吐き捨てるボーカルのコントラストがたまらないって。むしろそっちの方が極東の島国に住む僕らにとっては魅力を感じるポイントだったりすると思います。で B 面の3曲目はギタリストのミック・ジョーンズが粛々と淡々と歌う Lost in the Supermarket。俺この曲昔からブルース・スプリングスティーンみたいだなって思ってて、あの言うほどブルース・スプリングスティーンなんてよく知らないからなんでそういうイメージなのかは謎なんだけど、でもいわゆるイギリス産のブリッドポップ的なニュアンスっていうよりアメリカのシンガーソングライター的なフィーリングをまとってると思うんですよね。まあ単純にビート重視のリズムと歌心のマリアージュってそれだけのことな気がしなくもないんですけどね。で B 面4曲目に収録されてるのがこれ全てのクラッシュ楽曲で一番クラッシュっぽいんじゃないかってそのクラッシュのセンターに当たると本気で思ってたりするクランプダウンって曲で、まあ、何がクラッシュっぽいのかっていうと例えば明らかに16を意識してる跳ねた8ビートだったりこうザクザク刻むギターだったりジョーとミックのツインボーカルだったりってそのクラッシュの当たり前の特徴を並べるだけになっちゃうんですけど、でも逆に言うと全く木をてらうことなくストレートに自分たちのスタイルをぶつけてるってことだと思うので、そりゃ潔いしかっこいいんですよね。あのモッツがさ森山達也のモッツがクラッシュの影響を受けてるっていうのはファンにとっては周知の事実だと思うんですけど、それってズバリこの曲のフィーリングをバンドとしてきっちり踏襲してるからってことに尽きると思うんですよ。つか今となってはこのクランプタウンを聴くたびにああやっぱモッツっぽいなってそういう風に感じちゃいますからね。ほいで B 面のラストはベーシストのポール・シムノンが手掛けたレゲエ調のナンバー The Guns of Brixton。 これタイトルはどうしたって The Guns of Navarone、 ナバロンの要塞を想起させるっていうか、あのナバロンの要塞のテーマソングってスカとかロックステディ界隈では何気にスタンダードになってたりもするから、そのあたりとのシンクロ率、親和性アピールみたいな、そういう側面はあってしかるべきって感じなんですけど、まあでもバラエティに富んだこのアルバムの中でも最も異質というか、マジここまでやっちゃうのかっていう。あの一つ前のクランプダウンがクラッシュのセンターだとしたら、このザ・ガンズ・オブ・ブリクストンはクラッシュの一番端っこで、まあでもそれってつまりバンドとしての振り幅を示してる曲って言えるっちゃ言えると思うんですけどね。で2枚目というか C 面はジャマイカのバンドルーラーズのカバー曲ロンゲームボーヨでスタートするんですけど、これはアメリカの伝説的な殺人者って言えばいいのかな、あのスタッガリーについて歌われてて、あのマシママサトシの代名曲アンダルシアに憧れてにも名前が出てきたりする人ね。つかおそらくマーシーはこの曲でスタッガリーを知ったんだと思うんですけど、これ楽曲的には全然殺人者のことを歌ってるとは思えない、むしろブラスセクションとオルガンをフィーチャーした明るく陽気なノリノリ楽曲で、なんならモーニング娘。から発生したぶっちもりのチョコトラブって曲と同種の楽しげなムードをまとってるっていう、まあ、いわゆるオールディーズっていうかアメリカンポップスとかにありがちなテイストだったりするんで、必ずしもツンクがこの曲を引用したってわけではないと思いますけど、でも似てるっていうか近しい匂いを感じてます。マジです。C 面の2曲目は世界中のパンクバンドのポップサイドに影響を与えてそうな曲デソアグローリー。
これサビとか絶対ライブで合唱したくなる、ほんと青春パンクのお手本みたいな曲なんですけど、何たってメンバー4人で完結するシンプルなアレンジだし、楽器始めたばっかでも無理なくトライできるレベルの難易度だったりするから、バンド組んだら速攻コピーできると思うんですよ。しかもそこそこ様になるっていうか、かっこよく決まるっていうそれってパンクの醍醐味だったりするじゃないですか。つかそういう意味ではこのアルバムで最もパンクバンドらしい曲ってことになるのかもしれませんね。で次は2分弱の商品って感じなんですけど、やたらと耳に残る存在感大な曲、コカ・コーラ。これオープニングでジョーストラマーが上へ参りますみたいに言うから、こうどこまでも登っていくようなイメージがあって、そのワクワク感高めの小気味良いブリッドポップって感じだったりもするんですけど、でもタイトなドラムに弾むようなベース、あと荒削りなギターって、まあ全パートどこをとってもクラッシュでしかないサウンドで、つかやっぱジョーストラマーのナチュラルに憂いを帯びたボーカルは最高ってそんなこと考えてるうちにあっさり曲は終わっちゃうっていう、まあパンクと思えばちょうどいい尺なんですけどね。で C 面のラストはこうセンチなムードを携えたアップテンポのバラードってのは趣のザ・カード・チートって曲で、これピアノから始まったり、ミック・ジョーンズのヘロヘロなボーカルが妙にエモかったり、それをブラスが彩ったりって、あの俺の感覚だとこれはモット・ザ・フープル直系ってことになるんですよね。つかこのアルバムのプロデューサーのガイ・スティーブンスって何気にモット・ザ・フープルのアルバムを手掛けたこともある人で、まあ、だから別に狙いすましたってわけじゃなく素でやったらこうなったってことなのかもですけど、結果的にこのアルバムのバラエティ感に新たなベクトルが加わったなって、マジ振り幅半端ないなって、この辺まで来るとほんとただただ感心しちゃうんですよね。おいでここから最終章って感じですけど、 D 面のオープニングを飾るのはストーンズあたりがプレイしそうなミドルテンポの激渋なナンバー、ラバーズロック。これもイントロのギターがたまらなくしみるんですけど、この曲に関しては歌のバックでも感想のソロでも、なんならキース・リチャーズですかって感じのプレイを披露してて、ミック・ジョーンズの意外な引き出しを見せてもらった気がするっていう、つか途中からラテン味を加えてファンク方向にシフトするのとかってマジ懐が深すぎるし、そこまで含めてストーンズ意識なのかもって気もするっていう、まあでもかっこいいんですよね。つか完全に脱パンクっていうか、もはやいぶし銀ゾーンに突入してる感じだったりしますからね。で D 面2曲目はこれもどちらかというと王道ロックの風格というか、こう実直な8ビートに乗ったタイトなバンドサウンドを聴かせてくれる4ホースメンって曲なんですけど、これ途中からどんどん色鮮やかになっていくっていうか、まずは16ビート気味のギターパートが加わって、その後にピアノも加わって、そうこうしてるとリズム帯もドライブし始めて、終盤というかラストに向かって暴走スレスレなくらいまでテンション上がりまくるっていう、で最高潮に達したところでスパッと終了というか、次の曲になだれ込むのがまあ最高すぎる展開なんですよね。ってことで前の曲のエンディングとシームレスにイントロがスタートするのが I'm Not Down って曲で、これも楽曲自体はシンプルな作りのはずなんですけど、とにかくアレンジがカラフルというか、こうリズムに変化をつけたりギターのフレーズも手を変え品を変えって感じで、飽きさせないどころかめくるめく展開にワクワクっていう、あの D 面は特に凝ったアレンジの曲ばかりが集まってる感じなんで、単純に聴いてて楽しいんですよね。つか1枚を通して密度の濃さは尋常じゃないんで、ほんと冗談抜きに片面ずつ4日間かけて楽しむのが正解なんじゃないかって思えたりもしてくるんですよね。あの別に一気に聴くべきコンセプトアルバムってわけじゃないですしね。残すところあと2曲といっても、これが実質的なラストソングと思われる、いかにも大団円ってムードのおおらかで陽気なナンバー、レボリューションロック。これオリジナルはジャマイカ産のレゲエなんですけど、つかぶっちゃけ原曲は聞いたことないんですけど、でもこのクラッシュのバージョンが絶対最高って言い切れるくらいパーフェクトな仕上がりだと思うんですよね。あのカバーだから当然なのかもだけど、こうもはやレゲエを取り入れたっていうよりレゲエそのものだと思うし、って言ってもギターの細かなフレーズ一つにもアイデアを感じるし、何よりジョーストラマーのしゃがれ声のシャウト気味の歌い方は反則レベルで気持ちいいし、さらにはブラスセクションがひときわ華やかで楽曲全体に祝祭ムードが溢れてたりするっていう、あのあえて言わせてもらえばこれ本当最高のラストソングだと思ってたりします。で2枚組全19曲の正真正銘のラストを飾るのがアンコール的におまけっぽく収録されている軽やかなラブソング、トレイン・イン・ベイン。
これ歌詞とタイトルは全く関係ないんじゃないかって、そんな意見もあるみたいなんですけど、でもおそらくここで言うトレインは列車のことではなくトレーニングの方、その訓練ってことだと思ってて、つまり訓練しても無駄みたいな、もっと言うと恋はいつでも初舞台みたいなニュアンスなんじゃないかと。つかこの曲アメリカではシングルカットされてて、それなりにヒットもしてたりするから、セールス的に見たらクラッシュの代表曲の一つって言ってもいいのかもしれませんね。まあ一度聴いたら忘れられないというか、サビとかめちゃめちゃ耳に残るキャッチーな曲だったりしますしね。冒頭でも言ったけど、ロンドンコーリングはこのチャンネルをスタートするとき一番最初に取り上げたアルバムで、その時は全然先々の計画とか立ててなかったっていうか、まあそれは今もなんですけど、でも本当一本アップしてそれきりかもって、そのくらいのノリだったから余計にね、一本目を何にするかは相当迷って、普通に考えたらストーンズとかゼペリン、はたまたドアーズ、ピストルズってあたりが妥当なのかななんて思ったりもしたんだけど、とにかくできるだけ多くの人にロックのチャンネル始めましたってことを誤解なく伝えるにはこれがベストだと思ったんですよね。やらせゼロで偶然に撮影されたジャケット写真も最高にかっこいいしね。つかロックって一言で言ってもハードロックとかプログレッシブロックからパンクやニューウェーブまでって具合に本当多岐にわたるわけで、このチャンネルもねもうちょいジャンル絞ったらみたいなことも言われたりするんだけど、でも俺の中では全部ロックだし、そのどれもが愛すべきものだったりするから、これからもあえて雑多な印象をキープして突き進んでいこうと思ってたりします。その何でもありってわけじゃないけど、でもジャンル的なより好みはせず、それぞれの中で定番と思われるものを自身と誇りを持ってセレクトしていくぜって意味ね。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。